はい、どうもこんにちは、ぷんぷんです。今回はケイトリオンを使ったデッキを作ってきました。はい、デッキ面は強いとは感じないというふうにね、もうネタバレ的な感じで言ってしまってるんですけど、はい、まあ、ケイトリンドレイブンのデッキになっています。はい、まあ、結構このデッキも流行ってるのかなというところはあるんですけど、まあ、エズリアルのポジションにケイトリンが実装されていて、まあ、ケイトリンの長所である、まあ、フラッシュボムを入れてね、まあ、ユニット盤面を取っていって、こうユニットの差で打点を入れていくっていう風な動きになってくるのかなというところですね。はい、まあ、またケイトリンはね3マナってところもあるので、トラビットも相性がいいというところでも入れてますし、まあ、軸は自分的にはね、エズドレを軸にデッキ構築はしているというところではあります。はい、まあ、いろいろとちょっと形軸は違う方もいると思うんですけど、はい、まあ、自分はこんな感じの形にしていますというような感じですね。はい、まあ、デッキの内容は概要欄に書いてありますが、いっていきたいと思います。ビームが2、カラス3、おもちゃ箱2、タイム1、ポット2、モンキー2、ショット3、ケイトリン3、ドレブン3、ギロチン1、オスイ3、トゲ3、ショート2、捕食3、エキサイティン1、ビーム3、体調1、魂2というような感じになっています。デッキの使い方などは試合見ていただければ分かると思うので、それではどうぞ。はい、待ち出しました。お相手はフィズ並みというふうな感じですね。ここケイトリンめっちゃ来てるけど、ケイトリン持ってていいなっていうのありますね。2枚持ちしましょうか。裏スペがまあいいっていうのはあるので、はい、そうしましょう。うん、悪くないと思う。はい、でトラビいいね。3マナでいろいろといなせるっちゃいなせるので、はい、でパス。まあ、ケイトリン出せるまでパスしてって、で重いね、手札がただ、はい、ケイトリンいきましょう。で押する。まあ押すっちゃったの来たのいいね。うん、じゃあケイトリンいきましょう。新しい足跡。はい、はい、私の声は海の変な女来た。じゃあパスでいいかな。 OK、戻りなさい。まあ、ピースメーカーで取りましょう。これいいね。はい、1マナじゃいなすことできないんじゃないかなと思うので、OK、はい、でパスと。うん、ほんで、カラスが来ると、じゃあここはこれ捨てて汚水出しましょう。はい、で雲、まあここはオールインしましょう。悪くないね。早く言うてる女の子出てくる。まあこれでいいかな。 GO。うん、こっちに来るな。はい、 OK。 でフラッシュボムが2個入っていく。まあ次トラビム打ってしまって、あのね回避タイムいいやつは取っていけばいいかなと思います。 OK。 うん、まあフラッシュボム2個入っちゃってもいいけどな。1個な。まあ2個、1個だったら別に1個でもいい。うん、でトリケット取れる。何いくの。はい、タコイたち。そうやったらパスでいいかなと思います。はい、パスしましょう。うん、はい、で何か見られるな。まあ、こっち行くのかな。はい、で歌姫。まあならこれでいいかな。ガスタン入れてしまって取っちゃうっていうのもありだけどね。スタン入れとか。はい、スタン入れましょう。 OK。 うん、まあ次のターンでもよかったかな。今ちょっと間違えたかも。はい、まあこれでいいかな。うん、でフラッシュボムが入ってくれればね、嬉しいかなーっていうのもあるので、OK。パスト。で、おもちゃ箱入んねえな。ああ、そうやったら、こっちでいいかなと思います。いきましょう。うん、シャキシャキシャキ言うて。まああとはアタックしていけばいいかなと。はい、これでいいかな。 OK。 うん、 OK。 大使いでしょうか。はい、まあフラッシュボム早いところ入ってほしいけどな。いろいろと
そうすればバルサできるっちゃできるので、入らないと多分クソだからな、これは本当に。でシェイリー、まあ、パスしましょう。はい、まあ、次のターンすぐにねシェリーは取っていけばいいので、はい、いいね、ナイス。まあショートでも取っていっちゃいいですけど、タルタル、はい、流れに乗る、うお言うてな。じゃあここは取りましょうか。トラビを我慢してここでもいいね。うん、ショード見られてるからこれでいいわ。はい、シュリーマじゃねえよ、よ見たら全然これでいい。で相手はどうするか、まあここでかぶせてなんか打ってくるならミスティックショットでね、フィズ取っちゃうので、はい、あ、そっか、もう発動したら打つのか。すごいね、1-2のタルだってよ、かわいいな。はい、グループショッティング、グループショッティング、せやったらパスでいいかな。 OK、 はい、うん、でショートで取る。じゃあトラビ打ちましょう。はい、やっちゃう、うおうお言うてな。 OK、 じゃあトラビぶち込もう。はい、これですね。うん、ないこれ、まあいいよ。で着弾来て、まあパスしましょう。タコイタチ、うん、でミスティックショー取る、いいね、2個。まあ2個入ったけど OK、 GG、 イエス。はい、間違いなしました。お相手は波増いというふうな感じですね。ここはドレイ分だけ持っていきましょう。うん、まあ悪くはないかと思いますが、どうでしょうか。はい、タイムアンダー OK、 相手はパスと、うん、じゃあウキキ出しましょう。はい、パスするか、まあウキキでいいね。はい、うん、で OK、でドレイブンブン行きましょう。転職ってやつやなと。はい、パーツ行きましょう。オッケーオッケー。でダブルトラブル、はい、あっ、これまあ踊っていこうか。まあ外れ引いたけど一応ブロックユニットとしては成り立ってるからね、意外に外れではないけどね。はい、行きましょう。オッケー、うん、でパスと、はい、でビーム、まあ相手はどう来るか。はい、ダブルトラブル、オッケー。でそれ来るとどうしようかな、ここオスロー、はい、うん、でファロータイ、いいね、波、オッケー。マーライの民はもう恐れねえっつってな。はい、じゃあパスでいいかなと思います。パスしましょう。うん、OK、 だったらアタックして覚悟してもらいましょう。これですね、ゴー。はい、うちへ帰ろうっつな。まあ特に問題はないかなと思いますね。オッケーっすね、オッケー、はい、まあ乗るところが悪くてよかったなって感じですけど、はい、まあ残部入れてもよかったけどな、今でパスと。じゃあここはスタグモいっていなすか、3-4-7で取るか、4ダメ取って2ダメで増えて、まあ海兵隊前へ押すが嫌だからね、どうしようかな、ここ。何をぼんやりしてんだよ。まあビームで取ろう。はい、これいいわ。オッケー。うん。オッケー。はい、タマ。で、海兵隊男。はい。
あいつクソだるいけど、まあ一応止まるっちゃ止まるからね、今。まあどう来るか。はい。サゾカリッシュから。インファーナム。キャリクレッシェンダムダム。まあパスしよう。オッケー。はい。で、じゃあ、ここは、トラビ取っときながら、打っときながら、いなしましょう。はい。これでいいと思います。オッケー。うん。まあここ出してもよかったんだけど、今スタンね入れて、はい、なんだよこいつ、ガリベンみたいな舐めきやがってよ。で爆薬設置る、はい、取られる。 OK、 はい、でパスと、ここはパスでいいかなと思います。これ行ってもいいけどパスしよう。はい、でバリスティックボトル行こう。でミスティックショットでかいな、行こう。高位の生命体言うてな。はい、は喧嘩だ男。ほんならこれいいかな。ここバフ入れちゃって行ってもいいね。どうしようかなここ、どうしようかなここ。まあ、これでいいわ。はい、うん、オッケー。かかってきな。はい、ブロックとオッケー。ノクサスは不滅だ。でザップル、水を得た魚だ言うてな。でここはじゃあスパークルフライで取りましょう。あ、スパークルフライじゃないよ、はい、ミスティックショトルで取りましょう。オッケー。でパスでいいかな。はい、パスしましょう。で終わらせるおっさんいるので今いいっすね。でスパークルフラッチャー、ファイン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 来るけど OK、 GJ イエス。はい、マッチに出しました。ワイターミスフォーチュンガンプラというのがですね、まあここはこれでいいかなと思います。はい、行きましょう。ゴミっすね。はい、うん、ゴミですこれは。はい、でパスしましょう。いやーめんどくさいな、匂いはたまんねえな。カラス、いやーマジかこれ。ここで打ちたくねえけど、まあ打つしかないから打とう。はい、仕方ないですね。まだ終わってねえ。パスですね、パスと。でどうしようかなここ、おもちゃ箱。あ、おもちゃ箱で2ドローできるからいいけど、はい、仮面があるといろいろと楽でね。でパスと、はい、で相手がフォーチューン来るならね。オーケー、私は正義の味方さん、たまにゃーねっつってね。はい、オーケー。で目で取りましょう。うん、はい、ここブロックの目。オーケー。はい、で相手はレイニーバレットと。オッケー。どんどん行くよ。まあレイバーとか持ってそうな動きだったのでね。はい、それは別にいいかなと。オッケー。はい。でケイツオリン、じゃあケイツオリン行きましょうか。バリスティックボトルでいくかな。バスリスティックボトルから行きましょう。生身はもうすぎる。帝国のために。はい、帝国のためにと。でオッケー。でケイトに行きましょう。新しい足跡。で強熱、あ、斧か。オッケー。アタックしましょう。開始ね。通行止めよ。オッケー。設置完了。でパスですね。完全の先を見たいか。でノクギロ。でガンプラ。まああいつはねスタンしてしまえばいいので、いいかなと。オッケー。はい、でパスと。じゃあここ打って、安全装置完了、完了と。でパスでいいかな。まあここ2ドローいっちまってでもいいかなっていうのはありますけど、はい、特にその動きしなくても余らさくないかなっていうのはここでいいか。はい、2ドローしましょう。でケイトリンツインで、リベンベン、リベンじゃねえな。はい、でピースメーカーいいね。
オーケー、じゃあパスと。完全の先を見たいか。で、トラビ。はい、これでいいかな。ピースメーカーあるので、バンって打てますし、はい、ピースメーカーでいなしましょう。これでいいね。オーケー。はい。で、レイニーバレッツ。あ、レイニーバレッツめんどくせえな。ただ、ここはオッケーしときましょう。はい。うん。で、ザップ。ザップルめんどくさいな。まあ、ドレイブンブン行って。どうしようかな。ザップル強熱とかクソだるいけど。ここ、天職マン出しましょう。はい。それを探すの。天職ってやつだよな。天職マンです。で、ビーム打っといてでいいかなと思います。ビーム打ちましょう。で、ピースメーカーでしっかりとしのげばいいかなってなるので、これいいっすね。うん。はい。OK。なんだこれ。ボスがお前をよくすとはな。船長。派手にぶちかますよ。ぶちかます。で、パスでいいかな。はい。もうフラッシュボムなんかうまいところ当たれよ。ええから。はい。1個。まだいい。で、衝動、いいね。置いてくよ。置いてく、うおうお言うてな。じゃ、これで。まあ、これでいいかなって思いますね。か、ピースメーカーで、ここ抜いちゃってでもいいかなって思うけど。抜いてもいいな。はい、抜こう。これでいいわ。OK。はい。うん、これでいい。相手多分何かしら引いてるから、レイニバレットね、オッケー。レイバーやったら特に問題ないかな。うん。まあ先にこっち打ちたかったなってのあるけどね。はい。もう使いでしょうか。はい。で、斧入っていく。で、パスしましょう。で、斧やめてくれ、マジで。あと1点は全然出るからな、お前ホントに。はい。で、ミスティックショット取る。 OK、 いいね。これいきましょう。で、ザップ、流れに乗るを。やめろ、マジで。ホントにこいつ、これいいかな。はい、これいきましょう。ゴー。はい。で、強熱な。じゃあ、これは。ミスティックショット。オーケーオーケー。命はつないでる。うん、つながってる。はい。つながってんぞ、あと1点。はい、オッケーしましょう。オッケー。頼む、マジで引くな。マジで引くな。本当に引くな。ケイトリン。待って、待たない。絶対待たない。じゃあ、パスしよう。オッケー。オッケーオッケー。じゃあこれあれだな、危ねえ。はい、しましょう。いいぞ、ナイスナイス。ピースメーカーで、パスと。お前全部入れ、もういいから。8個入れ、8個。2個。オッケーオッケー。もうそこだったら、そこで。これで決まれ、マジで。決まっちゃう。決まっちゃう。やめろ、ほんとレイニーバレットやめろ。レイニーバレットだとここで3個。オッケー、ナイスナイス。はい、試合のフォワードだったでしょうか。まあこのデッキ使っていたんですけど、まあなんかエズトレでいいのかなっていう風に思いました。やっぱりそこまでね、フラッシュボムが入るかっていうと、そこまで入らないっていうところもあるので、うん、ならフラッシュボムじゃなくて、まあエズリアルでいいのかなと思いました。まあピンぐらいでね、ケイトリン入れてしまって、なんかエズリアル2枚いってもいいのかなと。まあ逆にドレイブンを2枚にして、エズリアルを3枚とかね、お互いクイックアタック持ちなので、まあこういった形でもいいのかなというふうに思いましたね。はい。まあ自分的にはあまりケイトリンね、そこまで強いと思ってないので、そこまでだなというふうに思ったんですけど、もしよかったらね、このデッキ使ってみていただければなというふうに思います。今回の試合が GG と思った方がいれば、高評価、チャンネル登録のよろしくお願いします。また次回の動画で会いましょう。じゃあね。バイバイ。